ここにママキン入れよう。なんか問題ある？ああ、入れよう。どこに入れる？スイートエモーションの後は？ぶちかまそう。かます？あ、そうや。上位に合図出して。え、ちょ、待て。曲順は。あ、やるよ。言うといてくれる？確認する？え？なになに？せやし、スイートエモーションで、ママキンでトイズか。その時点でもう一曲やる時間があったら上位に合図出して。その時点で残り時間がどれくらいになるか計算してみるよ。いつのタイミングで曲が入れられるか合図が欲しい。スイートエモーションの前には分かってんと。せやな。了解。リュードの後な。時間が余ってたらこうやって合図するよ。いや、大きい紙に金って書いてこうやって出して。分かった。金ね。ガラスの玉ねぎ TV。ああ、もう頭回らへんわ。お疲れさん。ちょっと曲順確認したんやけど、セドリある？オッケー、そこにありますわ。ティム、ちょ、セドリ見して。ここやね。本編ここまでで、アンコールでドリームオンチューバラードやりますね。彼が座って、ピアノで、ほな準備してください。オッケー、わかった。その後出番ですわ。で、ソロは誰がどこで入んの？俺が最初弾いて、次にブラッドが弾きますわ。うん。よっしゃ。で、最後にイヤーお願いします。最後やな。ただここでリハするわけにもいきませんし、すんません。ほな俺がソロ弾く場合の時、まあ、なんか合図ちょうだいな。こうやって、はい、ほな弾くし、俺が出します。それが確実や。最初のリードをブラッドが弾いて曲が始まって、で歌が二回しやんな。歌詞がトレインデームで始まって、あ、トレインケプターローリング、あ、みんな叫んでるじゃわからんか。俺からソロに入んねな。ソロに入って、最初は俺が弾いて。で、ブラッドで最後がニーヤ。で、歌に戻って。Get along, sweet little man. ソロの後に一回歌うし、計算回しやな。そやな。で、最後に、あー、is it the boys やね。バルーンって。上位が合わせますし。バルーンってドラムがジャジャンジャンジャン。かっこいい決めが入るし。ほんで、ニーヤ。オッケー、了解。いけるやろ。いや、それは二回目のソロ回しやね。最初俺が行って、で、ブラッドが弾いて、で、最後は二回しやんね。それはもうニアに弾いてもらおうか。ああ、そうかそうか。まあ、その後に三回し弾かんの？いや、二回し。あ、オッケー。よし。間違いなく合図出しますし。分かるように出してな。ちゃんと出しますて。で、ほんまに曲の最後の最後は、俺とブラッドで適当に終わらせますし。バーンって。その場の感じで、ニアも適当に合わせてください。はい、いいね。スティーブン、最高。どうもありがとう。ミスターチェリーパイ。